日本全国のご当地ラーメンが集まる東京ラーメンショーが開かれています。東京駒沢のオリンピック公園には全国各地のご当地ラーメンや有名店同士が協力して作り出したオリジナルコラボラーメンなど20のブースが出展し味を競っています。船橋で戦後50年以上続く歴史があるのがソースラーメンですね。だからまだ全然船橋の市民でも知られてない幻のご当地ラーメンと言われてるんですけども、歴史としては戦後から50年以上続いているラーメンです。うちはそのラーメンだけを売りたいだとかそういう気持ち全くなくて、こういう今回お話をいただいたときに大船渡、気仙、岩手、東北、それを全部売りたかったんです。ですからその地元で採れた美味しいものを都会の皆さんに食べていただきたい、岩手を知っていただきたい、東北を知っていただきたい、元気だよ、東北元気だよっていうのを伝えに来ました。うちはですね、大きくお客様に歌ってるのがベジポタ系というのを歌ってるんですね。数種類の野菜とあとさつまいもなどをもう極限まで煮込んでブレンドした味噌をダレと合わせたものをスープとして提供させていただいてます。はい、で非常に健康にもよく女性にも非常に受けのいい商品になっております。最近ラーメンって、はい、すみません、どういう味なんですか？まず特徴的なのがその胡椒、ニンニク、あとは結構油が強く効いた油の多めに入ったラーメンが結構多くて、特にその中でも代表的なお店をモチーフにしてうちのお店なりのアレンジを加えて出してます。美味しい、濃厚で美味しいです。スープが絡んで。東京ラーメンショーは第1幕が今月29日まで行われ、30日から11月3日まで店舗を入れ替えて第2幕が行われます。主催者は期間中に40万人が訪れると見ています。